さんどうもクロスです。今回のマインクラフトは様々なモブの皮を剥ぎ取れちゃった。どん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 買っていって取れた皮をクラフトすると最強装備が作れちゃいます。やばすぎ。今回の高評価目標は100。動物が好きな人はぜひぜひ高評価お願いします。さあやっていきましょう。なんか手に持ってるぞ、モブシザース。なるほどね、これでこのモブたちをチョキチョキしていけばいいってこと。もうね、今回はね、この世界にいるありとあらゆる生物をねハゲにしていくからな、豚よ。はははまたんか、実験台よ。でこれで右クリックするよ。はい、え、待って、焼き豚みたいな色になったんだけど。これ絶対仲間外れされるじゃんこいつ。なるほど、こんな感じで取れるんだ。え、取った皮の色もこの色なんだ。さあ拾って、え、6個取れんの。え、桃色の染料って書いてあるんだけど。ありがたく、お肉も頂戴しとくわ。はは、お前たちも逃げれると思ったか。オッケー、21個ゲットしたよ。この21個でなんかできんのかな。右クリックとかしても何もなんないし。はい、なんもなんないね。作業台作ってみるか。いやー、今年に入ってもう100回ぐらい木こりしてるんだけど。根っからのマインクラフターしておりますけれども。作業台置いて。さあ、なんかできるかな。まあ、けど川だから、なんか装備とかできるんじゃない？ちょっと作ってみる。ユーミル、ゲットクリエイテッドアイテム。なんそれ？クラフト！え？ちょっと待って！なにこれ？ピッグヘルメットだってこれ。ちょ、被ってみる？ほい！何これ。防御力はさほど高そうじゃないな。なんかついたのかな。はい、え、待って、攻撃力上昇2がついてんだけど。え、やばすぎやばすぎ。え、これさ、防具とか追加で作ったらなんかプラスされたりするのかな。ちょっと着てみます。ほいほい。あ、変わんないんだ。なるほどね、面白い。え、これさ、じゃあさ、羊とか、え、バンパンなんだけど。あまりにも強すぎるだろう。え、じゃあこれ羊は普通にこれ黒い羊毛がかれんのかな。ほい、なんもなんないわ。じゃあとりあえずツール作ろっか。まあ、このままでもねクソ強いんだけど、まあ、斧とかね、その他もろもろちょっと作っていきましょう。オッケー、とりあえずね石のツールまで作ったから、もう早速どんどん買っていこっか。この世界をもう全部ハゲハゲ、もう丸丸パゲにしていくからね。いや、今回のさ目標もエンドラ討伐なんだけど、このさ序盤に出てくる豚の装備でもうさ攻撃力上昇2ついてるから絶対楽勝でしょう。え、待って、ガマがいる。あ、どうも、散髪に参りました。どうですか、最近髪伸びてきてるね。ちょ、僕が買ってあげるよ。はい、お客様、嫌がらないでください、お客様。それないわ、さよなら。あ、皮取れたわ。なるほどね、剥ぎ取れるやつと剥ぎ取れないやつがいるっぽいわ。あ、庭には2羽鶏がいるんだけど。4羽ぐらいいるけど。え、鶏も、鶏はいけるでしょ。これ鶏いけなかったらもう企画倒れだからね。いくよ。え、ごめんね、鶏さん。はい。はははは。なんかごめん、なんかちょっとグロいな、これはこれで。オッケー、そしたらこの皮で、ブーツ作ろう、ブーツ。はい。おお、チキンブーツできた。履いてみるか。はい。一見鉄の装備だけど。さあ、これはどんな効果がついた。待って、ふわふわしてないこれ。これは落下速度低下だね。しかもさ、さっきのこれ見て、豚の装備とこれ併用できるんだけど。え、超最強じゃん。ウーマーも枯れるんかな。ちょっとやってみるか。はい。あ、乗れる動物系はできないっぽいな。あー、チョキ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 。よし、この辺一体ハゲになったぞ。おー、村発見。え、まさかだけどね、そのまさかのまさかが起こるかもしれないから、ちょっと村をね探索していきたいんだけれども。お、いたね。あー、どうも。いや、ちょっと待って、この人たちに関してはもう頭がそれないよ。まあ、もしかしたら何かしらちょっと剥ぎ取れるかもしれないからね、毛が。いきます。はい。あ、ダメだ、なかったってことか。ごめん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 、ちょ、怒らしちゃったかもしれない。ごめん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 。いやー、ないとは思うけど、君から剥ぎ取れたら最強なんだけどな。剥ぎ取れたりしないかな。剥ぎ取れたんだけど。いや、にしても色気持ち悪いな。じゃあ早速このねアイアンゴーレムの毛皮でちょっと防具作りたいんだけど、6個しかないからな、どれ削ろうかな。豚の頭取ってゴーレムの頭作ろう。できました、こちら見てください、ゴーレムヘルメットだって。もう絶対強いじゃんこれ。ほら、もうかぶりたくて震えてるからね。さあ、どんな効果がつくのか、いくよ、せーの。はい。おっと、めちゃくちゃ体力増えてんな。しかもめちゃくちゃ見た目がいい。え、最強すぎるんだけど。え、これさ、普通にさゴーレムと普通に戦って勝てるんじゃない、これ。もう
あ、無理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 。いや、もうこうなったら黒瀬の勝ちよ。ほら、ぐちゃぐちゃになっていく。オッケー。さあ、鉄剣と、ツルハシ作って、早くも最強になってしまった。オッケー、ちょっとパンパン取ってこ、パンパン。オッケー、じゃあ早速洞窟行くべ。さあ、洞窟に参って参りましたよ、ということでね、すごくね、なんかダンジョンみたいなところに来ちゃったんだけどさ、うわぁ、黒曜石欲しい。黒曜石欲しいけど、ダイヤがないから掘れないんだよな、ということで、ダイヤをね、早速掘っていきたいのだけれど、まださモブを見てないんだよね。あそこにゾンビがいる。ゾンビも剥ぎ取れんのかな。すっげえ剥ぎ取ってみたいんだけど、あそこから降りては来ないだろうね。他にちょっとモブあ、スケルトンがいる。ハロー、こっちおいで。怖がらないでいいよ。ちょ待って、情報量が多すぎる。ちょ待って廃坑もあるしダイヤもあるよ。どこから触れればいいんだこれは。とりあえずスケルトン一体にしよう。ちょ待って、どういう状況なのマジで。ダイヤもあるわ、廃坑あるわ。とりあえずこいつ剥ぎ取れんのか。剥ぎ取れないわ、剥ぎ取れ。お前はお亡くなり。オッケー、とりあえずダイヤもらうか。これ大丈夫、マグマ大丈夫か。待って、めっちゃラッキーなんだけど。しかもさ8個あったけど。これやらせじゃないからね、みんな。何痛い。おい、ちょ、邪魔するな、私服の時を。やったー、ダイヤ !8 個はやばくないか。ちょっとだけ廃校見て食うか。ちょっと待って、クリバー待って危ねえ。ちょっと待って、一回塞いでこいつ。危ねえ。こいつ剥ぎ取りたい。どうしても剥ぎ取りたい。けどさ、これめっちゃ難易度高くない？近寄ったら爆発するしな。行くぞ。剥ぎ取れた。なんとしてでも倒す。はい、オッケー、上壊したら来るのかい。あぶねえオッケー。わー、あるあるある、クリーパー怪我は。これ絶対やばいじゃん、これ。とりあえず、この鶏のレギンス作って、で、これをちょっと履き替えよう。オッケー、そしたらこのクリーパーの毛皮を置いて、はい、できた。クリーパーブーツ絶対強いじゃん。ちょっと履いてみるか。いきまーす。はい、クリーパーブーツオンライン。これ何が起きるんだろう。特にだってエフェクトとか書いてないよ、これ。おい、ちょっと待ってくれ、お前。これまさかさ、しゃがんだら爆発起こしたりとかしないよね。クッポイ。やばすぎ。待って、これやばすぎる。いや、ちょっとやばすぎるだろ、これは。ガンマンまで行っちゃったよ、これ。オッケー、そしたら、ダイヤのピッケル作って、斧も作っちゃう。やばい、さらに最強になってしまった。さあ、水かけて、オッケー、じゃあこの黒曜石たちを掘っていこう。あ、ちょ、ほら、恐れてたことが起きた。ごめんなさい、首で。オッケー、じゃあ掘っていきましょう。ほい、完成。ということで、早速着火の儀、行いたいと思います。いきます。あ、着火。よーし、じゃあ早速ネザー行くか。助走つけて、スタタタタタタタ。うわ、あ、ちょっと待って、危ない。今、なんとかさ、鶏のブーツがあってから助かったわ。危な。さあ、今宵もやってきましたよ、ネザーツアーが。何度見ただろう、この風景。さあ、まずはエンダーマン探してこっか。待って、ここめっちゃエンダーマンいるわ。まあ、けど、攻撃力上昇ついてるから、もう怖いエンダーマンもちょいよ。オッケー。あ、幸先よし。はい、めっちゃ運いいんだけど。ラッキー。3連続落としてくれ。3連続。早くもエンダーパール3個。いや、今回楽勝だな。あ、要塞ある。ブレイズから買ってっか。さあ、スポナー発見したぞ。これね、アイアンゴーレムのおかげで、体力がね、たくさんあるから、もう全然ゴリ押せる。オッケー、ブレイズロットゲット。ちょっと待って、ハサミの存在忘れた。これハサミね、剥ぎ取れたり、剥ぎ取れる。待って、ブレイズも剥ぎ取れるんだけど。やばすぎ。オッケー、剥ぎ取って、オッケー、倒すか。めっちゃなんか、まがまがしい色になってる。話してる余裕はない。とりあえず、こいつを倒して、オッケー。ちょっと一旦逃げるか。一旦逃げよう。やばい、気づいたら体力めっちゃ減ってたわ。待って、こっちもスポーン。やばい、死ぬ。本当に死ぬ。やばい。逃げた先もブレイズスポナーだったんだけど。だって、どうせなら今作っちゃおうか。ワンチャン火炎耐性つくかもしれないしね。ブレイズの足作っちゃおう。はい、オッケー。ブレイズブーツ来た。オッケー、ではね、早速ブレイズブーツ履いてみましょう。行くよ。せーの、はい。何がどうなったんだ？予想的中！火炎耐性！いや、もうここまで来たらもうブレイズさんなんてもう何にも怖くありませんよ。もうここまで来たらね。僕ほどのものになれば。ブレイズロット春の晩祭りだから今もう。オッケー、こんだけブレイズロットあれば足りるでしょう。オッケー、じゃあエンダーマン借り行こっか。楽勝すぎ。さあ、エンダーマンカリカリフィーバーしよっか。ちょっと待って、エンダーマンってさ、枯れるのかなこれ。枯れない？枯れたんだけど。ちょっと待って、気持ち悪い。一旦倒すか。あ、エンパも落としてくれてありがとうございます。エンダーマンの皮手に入れたんだけど。とりあえず作ってみよっか。オッケー、ブーツにしよう。はい、でけた。エンダーマンブーツということで、早速履いていこっか。いでよ、エンダーマン。ポン。
見た目は好き。さあ履いたのはいいが、これはどうなるんだ。これまたクリーパー系のやつかな。うん、特にエフェクトもついてない。ほなしゃがむか。オッケー、しゃがんでみたいと思います。いきます。えっ、やばっ、すごい、テレポートする。え、待って、けどさ、これさ、どこで使うの。さあ続きやってこう。だって使えないんだもん。いや、ワンチャンね、ワンチャン使えるかもしんないから拾っといたけどね。エンダードラゴン製で猛威を振るうかもしれないからね。ほいほい、オッケー、落ちた。はい、ということでね、こちら16個ほどエンダーパールゲットしたので、よっよっと、こちらのね、エンダーお目目で地上に戻って要塞を見つけていきたいなと思います。お、ここっぽいぞ。お、レンが見えてきた。よっしゃー、たどり着きました、よっちゃんいかということで、早速ね、エンドポーターをね、探していこうか。あった、めっちゃ近くにあったんだけど。え、スーパーラッキーだな。しかも1個ハマってるし、もっと惜しみなく使っとけばよかったな。よし、はめ込んでいくよ。ラスト1個、はい、開通。はい、それじゃあね、エンダードラゴンをね、この装備たちでね、片付けていきたいなと思います。よし、じゃあ早速いくよ。来たな、我が宿敵ボルデモート教養。これさ、いいこと考えたんだけど、ここでこいつエンダーマンブーツであそこのね、大陸に上がれるんじゃないか。いきます。はい、あ、え、待って、あ、待って待って、え、すごいすごいすごい、え、待って、これすごい、向いた方向にテレポートできる。え、やばすぎやばすぎ。え、最強じゃんこのブーツ。誠に申し訳ございません、エンダーブーツ最強でした。オッケー、じゃあ早速エンドクリスタル壊していくか。下に降りて、はい、オッケー。みんな、これさ、思ったんだけど、上向いてテレポートするじゃん、エンダーブーツで。で、この鳥のレギンスで浮いてる間に、はい、やばい、これ最強すぎる。はいはい、ラスト1個もオッケー、エンドクリスタル全部破壊完了。これ空中戦ワンチャンできるんじゃない、これ上に上がるじゃん。で、エンダードラゴンに近づいて、友人の剣を食らえ、ら、食らえ、あ、さすがに、ちょっと待って、さすがに空中戦だとエンダードラゴンの方が強いわ。オッケー、降りてきた。これさ、エンダードラゴン剥ぎ取れたりするのかな。はい、あー、さすがに無理か。さあ降りてこい。さあ弓でも削りつつ、あ、待って、弓はなくなったわ。降りてこい、エンダードラゴン。オッケー、降りてきた降りてきた。これね、手がね、手が届かないんだよね、これ段差作んないと。ここだったら届くだろう。え、待って、全然やばい、当たり判定が、首しか判定がない、飛ばされすぎ。だけどこれもう、はい、すぐ近づいちゃうから。エンダーブーツで、よいしょ、痛い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 けど構わない、真ん中の柱に乗りたい。オッケー、よし。オッケー、ここで殴り放題。いや、さすがに攻撃力上昇ついてるから、ヘリがやばいわ。さあ、だいぶ削ったぞ。降りてきやがったら。痛い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 。行ってー、やばい、近寄れない。まずい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 。この絶好のチャンスを逃すわけにはいかん。さあ、これで、柱にもう一回乗っかれ。オッケー、来た。これ大丈夫、こんな簡単に攻略して。ラストスパート、オッケーエンダードラゴン討伐完了。よっしゃ、めちゃくちゃ楽勝だったな。はい、ということで、今回の動画どうでしたでしょうか。これさ、チートすぎない。この動画が少しでも面白いなと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。概要欄にツイッターを貼っておりますので、フォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手はクロスでした。バイバーイ。